文明論の概略は、福沢諭吉の著書。初版は1875年8月20日に、刊行され、全六巻重賞よりなる。西洋と日本の文明を比較した文明論説で、1877年刊行の田口諭吉、日本開花賞史とともに、明治初期の在野史学における代表的な著作とされる。明治時代の多くの知識人は、 皇室の永続性というドグマを受け入れ、誇りとしており、福沢諭吉も皇室の永続性は近代化を推進する要素だと、みなしていた。文明論の概略の第二章西洋の文明を目的とすることの一節にて、福沢諭吉は以下の持論を展開している。我が国の皇統は、国体とともに連綿として外国に、比類なし。君と国。 との並立の国体と言いてかなり。しかりといえども、これを牧手して、尻族は、これを活用して進むにしかず。君国並立の尊きゆえんは、古来我が国に固有なるがゆえに、尊きにあらず。これを維持して、我が政権を保ち、我が文明を進むべきがゆえに尊きなり。福沢諭吉文明論の概略ただ、国の起源についてのドグマは、 その進法を強制されていたわけではない。日本国外でだが、ニトベ・イナゾウは公式の場で起源の正確さに疑問を呈している。福沢自身の解説によると、明治7年から8年の頃になると、日本国内も落ち着き、人々も考えが熟すようになったので、この機会に年配の受教学者を洋学者の味方にしようと思いついて表した著作であり、 読者が50歳以上の老人と想定して、特に文字を大きくして読みやすくし、昔風の太平記のような体裁で印刷したという、ありがとうございます。